では、お待たせいたしました。最後ですね、パート5ということで、公開したウェブサイトをそもそも継続するために必要なことって何でしょうかということについて皆さんとお話ししていけたらと思います。ウェブサイトって公開するまでにさまざまなプロセスがあるんですけれども、そもそもウェブサイト自体は公開してからがスタートということで、じゃあ実際に公開した後ってどういうことを考えればいいんでしたっけということがこのコークレーションの手引きでも書かれているんですけれども、例えばウェブサイトって更新する予定はありますか、その頻度はどれぐらいでしょうかですとか、例えばじゃあ連動して動かす SNS の運営は誰がそもそも担当してどれぐらいの頻度で更新しますかですとか、じゃあそういったその公開した後の、何かしらの調整が発生した際にエンジニアデザイナーに依頼する際に費用はどうしますかとか、あとは、そもそもバグが見つかったりですとか回収をしていくっていうことの予算確保されてますかっていうところ、なんかそういったことも踏まえつつ、一方で、公開した後にユーザーとの接点を連続的に捉えていくために何を考えればよいんでしょうかっていうところも一つトピックになってくるかなと思います。はい、ということで皆さんにちょっとこちらの公開したウェブサイトを継続するために必要なことはというところを伺っていけたらと思います。はい、じゃあ萩原さんお願いします。ございます。そうですよね。これもどなたに聞こうかな、みんなに聞きたい感じはあるんですけど、そうだな、妙観さんに聞こうかな。したら妙観さんのさっきのそうですね、この動画を見てる方だったんですけど、コミュニティアーカイブのウィキのやつって、こう、継続的にやっぱりこうアップデートしていったりとか、情報を誰かが追加していくっていうことも、とっても大事なことになると思うんですよね。で、ウィキっていうのはむしろその、公開、なんていうんですかね、運用していくのが前提のシステムだと思うんですよね。誰かがこう、自動運転モードっていうか、いろんな人が更新してくれることがあって成り立つ仕組みだと思うんですけど、なんかその、そこに対する、まだそのホームページ公開してないですけど、公開後にみんながこう参加してくれるようにする工夫とか、逆に今そこでちょっとどういうふうにやっていこうか悩んでることとか、もしあったらお話伺えますか？はい。いや、もうまさにタイムリーな課題というか、目標でもあるんですけれども、で、今私たちがスケジュール的に、この3月末ぐらいに、一旦このウェブサイトを、加賀川をこ公開しようという目標で動いてるんですけれども、で、今年その4月、来年度になるんですけど、4月以降は、目標としてはサークルみたいなもの、この加賀に住んでる実際の人もそうだし、あるいはリモートからも参加してもらう人をこう巻き込んでですね、このプラットフォームをこう運用していく、どんな記事を書いてくれたり、そういうウィキペディアと私たちのその作ったウェブサイト両方ですね、を、更新していくようなこうサークル活動みたいなのを作っていこうって実は目標にしてまして、で、費用っていうのはやっぱり当然かかるわけで、もちろんその今関わっているプロジェクトメンバーがある意味旗振り、私も含めて旗振り役にはなるんですけれども、それでもこういろんな費用がかかる上で、今まさに、メディアウィキ、ウィキペディ、いつもね、わかんないです。財団があるじゃないですか。ウィキメディア財団。で、実は助成金がありまして、ああいう、そのウィキペディアなり、ああいうメディアウィキを使ったプロジェクトに関しての。で、それを今まさに申請しようとしている。そのサークル活動を運用していくために。っていうふうには考えても、つまりみんなで更新していくためのその母体を、作っていこうっていうので、計画としては3ヶ月を1タームにして、そのウィキペディアタウンのようなプロジェクト、実際こうあるテーマ、例えばここの地区の資料を、
整えて、それをこう調べて、Wikipedia もアップする、あの各プロジェクト、あのページをパブリッシュするっていう、こう両輪で、ワークショップを3ヶ月ごとぐらいに、あの参加者も募りつつ、そのサークル形成をしていくっていうあの目的でやろうというふうに予定はしています。ありがとうございます。なんかこう今のお話聞いて、まあ、多分 Wikipedia の仕組みをこうメンテナンスしていくのも、ね、ずっと長く残したいっていうふうにおっしゃってたので、例えば本当に10年とかっていう単位で考えていくと、全然こう、まあ、10年前今この AI が出てきているような時代を想像できたかっていうと、そうじゃなかったりすると思うので、まあ、長期的に運用していく中でこうメンテナンスとかもいろいろ大変になってくるのかなと思うんですけど、その作り手として千原さんや八木さんがこうなんかこう長期的に寄り添ってる案件で、なんかこうメンテナンスの問題だったりとか、運営コストを甘く見ていてうまく回らなかったケースとか、まあ、あんまり実名を上げにくいと思うんですけど、あの、まあ、うまくいってるケースとかうまくいってないケースとか、その周辺でのモヤモヤとかあればまた聞きたいなと思うんですけど、千原さんどうですか？そうですね、結構一長一短なところあるというか、目標を定めれば、まあ、当然モチベーションというかそれに向かっていくために継続してやっていけるというところもありつつ、目標、数値的な目標ばかりに気を取られると結構本質を見失っちゃったりみたいなところがあったりとかして、ただ目標設定しないプロジェクトはやっぱどこかのタイミング、まあ担当者が異動になっちゃうとか、そういうやっぱこう誰かの熱量がちょっとこう離れたときに、ウェブサイトとかはやはりなくなりやすいというか、まあ、やっぱりこう実体がないものなんで、割とこう、継続できなくなっちゃうっていうことは、過去、まあ、いろんなプロジェクトのいろんなタイミングであったなっていう感じはしてて、まあ、難しいですよね。なんか、コストがやっぱり、ただ置いてるだけでも、やっぱサーバー代とか、ドメインとか、いろんなコストがかかってくるので、なんかこう、どう使われたらいいか、さっきのパートでもちょっと似たような話したかもしれないんですけど、どうしても作り上げるところからスタートすると、作り上げるところまでが一盛り上がりになってしまって、まあ、それでなんかこう、出し尽くしちゃうのではなくて、その後こうちょっとずつ、まあこういう人が見てくれたよとか、こういうところに取り上げられたよっていう盛り上がりをちょっとずつ作れると、まあ関わってる人みんなモチベーション高く続けられるのかなとは思うんですけど、まあでもなくなっちゃったウェブサイトもいっぱいあります。その目標設定っていうのは、例えば どういう目標のイメージでいらっしゃいますか？そうですね、数値目標が出せればそれはいいことだとは思うんですけど、まあ、それ以外にも実際にそれを見てくれてる人に例えば話を聞いてみるとか、こう定性的な情報をこう引き出すための施策を打っていこうとかっていうところはすごく重要なのかなとは思いますね。数字はやっぱり顔が見えてこないので、まあ、どうしても物量頼りみたいなところになってしまうところじゃないところを掘り返すためのことをちょっとずつやっていきましょうみたいなことにできると、まあ、もう一個深くなっていくのかなとは思います。まあ、かなり難しいとは思うんですけど。うん、逆に Wikipedia タウン、Wikipedia タウンか。あの、まあ、Wikipedia に自分たちの街のことをみんなで書き込んで、でその Wikipedia 上の情報をこう増やしていこうみたいな、そういうワークショップの形式があって、あの結構各地でやられてたりするんですけど、まあ、そういうふうにこうユーザー側が関わりしろがあるとか、まあ、ユーザー側の顔が運営側にも見えるとか、なんかそういうのも一個こう継続のモチベーションにはなっていきますよね、今の話で。そうです、うん、僕もウェブサイト作って終わりじゃなくて、作ったウェブサイトをもう直接こうターゲットユーザーと思われる人のところに持ってって、ちょっとこれ見てくださいって言って見せて、実際に操作してもらって、でなんかどこで迷うかなとか、
このサイトあったら見ますかって聞いてみて、いや見ないですねとかって言われてすごいへこんだりすることもあるんですけど、じゃあどうやったら見ますかって言ったら、なんかこう、そしたらあのインスタのここにリンク置いてもらえたら、ここからこうやっていくから多分見ると思いますとかって意見もらえたりするので、まあ、そういうのがこう運営する側のモチベーションにつながって改善したり、まあ、改善につながっていったりってこともあるかなとは思うので、なんかこう、ね、あの机上の空論でや公開するとこまではいくと思うんですけど、公開後にちゃんと見てもらうとか、まあ、そういうとこでモチベーションの面ではいろいろつながっていくし、どうやればよくなるっていう方向性が見えてくるっていうこともあるかなと思うんですけど、まあ費用とか人材にかかる、なんていうの、そういう人をキープしておく必要とか、いろいろシビアなこともあると思うんですけど、そういう面で例えば八木さんの経験とか、何かこう苦労話とかあったら、まあ、苦労話じゃなくてもいいんですけど、長く続けていく面での大変さとか、そんな甘くないぜみたいな話とか聞きたいなって思いました。私はウィキペディアにあの助けてって、あの寄付してくださいっていうのが出ると思わず寄付してしまうタイプなんですが、ところがちょっと良くないなと思って。たまにすごい大きいバナー出ますよね。そうですね、助けてっていう時はもうお伏せをするようにはしているんですけど、やっぱりローンチして更新ありきのサイトがまあほとんどだとは思うので、やる前に一応このサイト何年ぐらい使うつもりでいますかっていうのと、運用体制は聞くようにはしているんですけど、始まったらやっぱり、ね、逆に引けなくなるよっていう話を結構最初にすることは多いわ。うん、怪しい話。まあ更新、いやでも消えちゃったサイトとかメディアサイトとかもまああるはあるので、たくさんやっぱその辺は悲しいですけど、どうですかね、うん、なんかこう変な話、やっぱ自宅でやってる限りはこうその公開後の運用とかで契約しない限りは祈ることしかあんまできることがないので、なんていうか、例えば契約、まあ僕、はい、運用の契約を結んだりとか開発の契約を結んだりってことはもちろんあるんですけど、なんかこう契約結んでないけどずっと連絡来ちゃうみたいな、まあそれは嬉しい面もあると思うんですけど、これ公開したのにずっとなんかこう質問来ちゃうなとか、ずっとトラブルシューティングみたいなことをやり続けてるなみたいなケースとかはありますか？思ってる以上に今はないかもしれないですね。なんか会社に勤めてる時の方があったような気がします、今思えば。会社だと連絡しやすいのかな、ちょっと分かんないですけど。なんかね、あの多分そのプロジェクト単位でメンバーをアサインしてると、まあエンジニアもこう忙しい時期があったり忙しくない時期が、はい、まあ連絡つきやすい時期があったりつきにくかったりするし、なんかでも公開して例えば2ヶ月後にこうバグが見つかりましたみたいな、なんかあれワードプレスに画像を上げようと思ったんだけど上がらないんですけど、どうなってるんですかみたいな感じでこう例えば連絡来ちゃったりと時にどういうディレクションをするのかなっていうのを聞いてみたいんですけど。そうですね、どうしましょうね。今だったら、いや歌詞とかもこうきちんと契約書を結んだ方がいいっていうのはめちゃくちゃわかるんですけど、全案件結んでるかって言われるとそうじゃないっていうのが実情ではあるので、こう暗黙ルールで半年ないし1年みたいな歌詞契約結ぶこととかあると思うんですけど、どこまでが歌詞かっていうのも難しいですし、 CMS のさっきのアップロードのやつとかも CMS のアップなんでしょう、バージョンのなんかこうあれで今度はプラグインが合わなくなってとかも往々にあると思いますし、それをリサーチするのも時間かかるしみたいな、まあ、ありますよね、うん、この判断はめちゃくちゃ難しい、うん、毎回、うん、頼む側もこう
どこまで聞いたら お金がかかっちゃうのかもわからなかったりとか、ちょっとこうおっかなびっくりなところもあると思うんですよね。でもなんかこれがこう自分たちが悪いのか、こうプログラムに問題があるのかっていうのも判断も、ね、クライアントの方って難しかったりすると思うので、なんかそういうことがいろいろ起こるんだよみたいなことはなんか事前に伝えておく必要があるのかなとか、それもすごく難しい問題だなとは思うんですけど、そのそうですね、まあ、継続するために必要なことっていう点で言うと、まあ、なんかそのクライアント と作り手側のこう関係で何かこういうことを、まあ、今契約って一つも話もありましたけど、どういうことに気をつけるとなんかこう公開後もスムーズにやり取りができるのかなっていうアイディアとかあれば聞きたいなと思うんですけど。永遠の課題なんでしょうか、これも。そうですね、難しい。でも、まあ、永続性がある意味担保されているものって、やっぱりああいう自治体とか、ああいう市とか、県とかのウェブサイトってあると思うんですけれども、多くはすごくデザインが悪かったり、見にくかったりしますよね。でも一方で、その千原さんが見せてくれた、あの大高の森、私も茨城県つくばに住んでたことがあるので、あ、こんなウェブサイトできたんだと思ってちょっと最初上がったんですけど、でもあれはある意味公共的なものですか？あれはまあショッピングセンターなので公共っていうよりはまあ一企業のサイトっていう感じです。あ、そうなんですね。でもなんか地域のその情報発信っていう意味では割と公共性の高い、まあクライアントのお仕事。そうですね。まあ相談とかをこうしやすい関係性を最初からチームでこうできるだけ作っておくっていうことが、まあその後の、まあお金がかかりますとかかかりませんとかも結局頼まれた側にしか判断できなかったりはするので、なるべくその、まあひとまず言ってみてくださいみたいなことはよく言うんですけど、それがその1回目なら、まあ、まずみたいなこととか、さっきのアップロードできないとかも、なんか、たまに、支払いとかができてないだけだったとか、なんかそういう え、そんなことだったみたいなことだったりするときもあったりとかもして、なんかそれを一言伝えるくらいだったら別に、ね、お題がどうかとかっていう話にはあんまりならないのかなと思ったりとか、それでなんかウェブサイト使えなくなっちゃって更新やめましたみたいな話。例えばすごい後から聞いたりしたら、え、それでなくなったんですかあれみたいになるとすごい悲しかったりもするし、まあ、そういうことがこうコンテンツに対してこう相談できる関係性はあった方がいいんですよね、うん、なんか、あ、そうです、だからその更新の面がまず、まあ、更新が大変だよっていう話はもちろんあって、コンテンツを作り続けなきゃいい、まあ、ネガティブに言うと作り続けなきゃいけないし、まあ、情報発信し続けられるプラットフォームになるっていうのが一つポイあると思うんですけど、まあ、あとはその、なんていうんだろう、こう、クライアント的な立場で言うと、ウェブサイトの管理人みたいな人がちゃんといるかどうかっていうのもすごく大きい問題かなと思って、例えばドメインの期限が切れたときに、ドメインの契約が前の担当者の人でもう引き継ぎができてなくて、更新できなくなって、サイトが見えなくなっちゃって、とある日突然ウェブサイト見えなくなっちゃったんですけど、どうなってるんですかとかっていう連絡をいただくことも、まあ、割とよくある、よくあったりするんですけど、なんかその、なんだろうな、これ、そんな、まあ、例えばこう、今後、正規さんとか妙観さんがウェブサイト作る上でなんかこう気をつけておいた方がいいポイントみたいなのってこう八木さんや千原さんから見てありますか？これ抽象的な質問で。サーバー代が結構高いっていうのは最近知りました。そうですよね、うん、
そんなにかかるのっていうのは、ドミニカぐらいはなんとなく想像できてましたけど、選び方でも、ね、結構変わったりもするっていうところもあるけど、実はタダじゃないっていうことは知っておくのはすごい大事かもしれないですね。あのワードプレスとか、じゃあこれタダらしいんでこれにしてくださいってよく言われるんですけど、なんて言うんですかね、その家なんかその決まりきったそのハウスメーカーが出してる家みたいなのあるじゃないですか、間取りが決まった、なんかあの材料を一式もらえるみたいなイメージなんですよね。で、建てるまでは自分でできるんですけど、 そのままずっと放っておくとボロボロになるし、その虫が湧いたりとかっていうことが全然起こるってことを、なんか実体のないウェブサイトだとあんまりそういうイメージが湧かなくて、なんかあの時見えてたのに、3年前のあの時は見えてたのに見れなくなっちゃったんだけど、で3年もう何も手をメンテナンスしてなければ当然その悪くなっていくというかっていう面があるってことを作ってないと意外と知らない人は確かに多いんだなっていうのはよく仕事で直面することがあって、それを、まあ、なんで手を入れていかなければそのまんま未来をそのまま見れるってわけではなくて、まあ、当然ガラケーのサイトとかってもう今見れないじゃないですか、端末が違うから、まあ、そういうようなことがどんどん起きていくってことを知ってると、まあ、相談もしやすくなると思いますし、なんか作ってそのまんまじゃなくて、まあ、月に1回ぐらい作ったサイトをこうパトロールして変なとこないかなってチェックしたりとかっていうようなことは普通に実体のあるものと同じような目線で見れると、もっとより丁寧なサイト名になるのかなっていうのは結構思ったりはします。家の例えいいですね。うん、いや、ホームページっていうぐらいだからそうですよね。だってやっぱり空き家はね、どんどんやっぱ住んでないと痛みも早いっていうし、でたまにはね、こう窓開けに風通さなきゃっていう表現ありますけど、まさにそういうことだなと今お話聞いてて思いました。また多分ウェブの世界ってこうすごくスピードが速くて、こう3年経つともう10年分ぐらい進んでるみたいな感じの感覚があるので、まあ、家は家でも割とこうもう海沿いの激しいところに立ってる家っていうなんか常にこう吹きさらしのさらされてる感じはあって、割と頻繁にメンテナンスしないとすぐダメになってきたりとか、うまく表示できなくなったりってことは起こりやすいのかなっていうのは思いますね。あと、まあ、ちょっと最後にじゃあ正気さんにも聞きたいんですけど、正気さん今こう自分のホームページ、やっぱこうインスタじゃなくてホームページだみたいな感じでホームページ作ってくれてたと思うんですけど、まあ、なんかそのこうアップロードし続けるモチベーションとか、こう情報発信し続けるモチベーションみたいなところで、今私こういうところが面白いと思ってホームページ作ってるんだ、情報発信してるんだみたいなところがあれば、なんかモチベーションの話聞きたいなと思うんですけど、どうですか？そうですね。そうですね。モチベーション、どういう、ウェブサイトに上げる、自分の作品を上げるモチベーションですか？まあ、インスタグラムでもいいんだけど、やってる人は、やっぱりウェブサイトで情報発信するっていうことを言ってくれてたと思うんですけど、まあ、それをなんか、なんだろうな、続けるモチベーションっていうか、どういう気持ちで今続けたいっていうふうに思ってるかみたいなところを聞いてみたいなと思うんですけど。そうですね。その件結構なんか、まあ、周りの友達も結構いっぱいいい作品作ってるのに、あ、全然上がなくて、まあ、そういう人もいるんですけど、私の場合は結構どちらというと、別に人に見せてめちゃくちゃいいねされてる、されたいというわけでもなくて、ただ、今は自分、なんか自分用メモみたいな感じで、割と萩原さんの、スラックのチャンネルみたいな、同じ使い方かもしれなくて、で、自分がこういう、あ、ちょっと受験したって置いて、みんなも、まあ、ちょうど見せられるみたいな感じで、なんだろう、こう、見る人が、もう別に、見ない人は別に見なくてもいいし、なんか、やっぱり、
これを見て、なんか、分かってくれる人が一人だけ言っても、なんかすごい嬉しいし、今の、なんていうかね、インターネットの一個の楽しみ方なんじゃないかなと思って、なんかこう、自分の分身がインターネット世界で存在しているみたいな考え方だと思います。うんうんうん。なんかそうですね、だから、なんかこう、なんていうんだろう、誰にでも届いてほしいっていうよりは、こう例えば自分と趣味思考が近い人が見て、うんうん、すごくこう共感してほしいとか、まあ、そういう人とこう突然つながってしまうようなタイミングが訪れるといいなみたいなことを大事にしてる、うんうん、ね。そうですよね。うん、まあ、うん、その、うん、なんかそういうのってすごい基本的なところだけどすごく大事だなと思ってきて、僕もなんていうのこう遠くの人とつながれるみたいなことが今SNS とかってもう無理やりつなげて情報を増やそうとしてくる感じがあるんですけど、まあ、Wikipedia とかも、ね、いつ届くか分かんないけど、いつかその水害のことを調べてる人がそこの情報を気づいてくれるかもしれないとか、なんかそういう可能性に開かれてるのが結構ホームページのいい面なのかなって思ったりもするので、なんかその辺のモチベーション普通に大事だなって思っているし、今こう人とか作ってこう作品として発表してたりとか、まあ自主プロジェクトでいろいろリサーチプロジェクトやってる人たちが本を作ったりとかしてるのもなんかホームページ作りに近いものがあるなと思っていて、まあもちろん会社から言われてねホームページ作るってなるともっとシビアないろいろ KPI とか数値目標とか必要になってくると思うんですけど、なんか個人的にはやっぱ企業 GAFA みたいなああいう大きい企業に縛られずにこう遠くの人とつながれる可能性を持ち続けられるっていうのが結構普通に昔からホームページのいいところだなと思ったりとかもするので、なんかそういうモチベーションすごい大事にできるといいなって、改めて思ったりしたりしていますが。で萩原さん、あえてホームページって言ってるんですか？私、今、ホームページっていうと、なんか主語なのかなって私、勝手に思ってて、みんなウェブサイトとかって言うと。あ、そうですね。だからそう、ウェブサイトは、なんていうか、イメージ的にはなんかビルみたいな。あ、いろんな人が出入りして割とパブリックっていうかグループのためのものみたいな感じのニュアンスで言っていて、ホームページはもっと個人的なものみたいな。あ、なるほどね。一軒家とかそういうものを指して今イメージして私これが自分のプロジェクトのホームページっていうをでもそれは多分僕の感覚なのでもしかしたら。いやでもなんかちょっと今しっくりきました。私はなんかホームページって言葉はもう廃れてしまって、今はもうホームページのようなものをウェブサイトって言うんだって思ってたんで、勝手にね。でも、うん、まあいろんな解釈あると思いますけど、でも今ホームページっていうのをあえて使ってみるっていうのはすごいなんか原点に戻る感じがして、ヘローマイワールドですよね、まさにね。ヘローワールドか、ヘローワールドでしたっけ、はい、マイワールドじゃない、はい。でもなんかそのマイワールドが大事なんじゃないですか。はい。と思いました。的な的な。的な。的な。ということで、パート5まで、はい、ざーっと収録をしてみたもので、ここまでのお話振り返ってみて、なんかちょっと、こう、あれ言い忘れちゃったなとか、これ言っておきたいなみたいなこともしあれば聞きたいんですけど、皆さんいかがですか？すいません、私ね、もうそろそろ行かなきゃいけなくて、お迎えタイムでいいですか？すいません。はい、もちろん。なんというか、さよならして、皆さん。はい、それじゃあ、はい、どうも、皆さんにお目にかかれて、私、みんなに会いたくて来たようなところもあったんで。いろいろお話聞いてよかったです。またちょっとゆっくり。よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ、失礼します。さよなら。またリアルでいつか皆さん会えること楽しみにしてます。失礼します。すごい。生っぽいですね。こう。はい。どうしましょう。こんな感じにしておきますか、じゃあ今日は。大丈夫かな。うん、はい。うんですね、うん、まとめって どんな感じなんでしょう。これで終わり？ YouTube がプツンって終わるのかどうかこれでもうなんかさーってジングル入って終わ
終わりみたいな感じで、だんだんフェードアウトしていくみたいな。なんかこう最後にこの本をどう使えばいいかみたいなことは話せるといいですね。そうだそうだ。皆さんからも一言ずつもらおうかな。そうですね。うん、はい、じゃあちょっとここでもう一回、仕切り直して、ということで、パート5まで収録しましたが、今日みたいな話がね、いろいろ入ってるのが、この、アートプロジェクトのためのウェブサイト制作、コークリエーションの手引きで、紙の本はちょっと部数に限定があるんですけど、PDF 版はウェブから、どなたでも無料で簡単にダウンロードできるので、まあ、東京アートリサーチラボのウェブサイトを見てもらえたらと思います。で、今日挙げられなかったトピックでもうちょっとこうターゲットユーザーって誰なんだっけとか、その人にどういうふうに情報を届けたらいいんだっけみたいな、そういう考え方だったりとか、そのワークシートみたいなものもいっぱい入っていたりするので、まあ、ウェブサイトこれから作る人も、これまで作ってきてなんか悩んでる人も、まあ、特に悩みないけどちょっと気になってる人も読んでいただけるものかなと思っています。なんか例えば千原さんでがちょっと目通してもらって、なんかこう気になったページとか、このページ使えそうだなとかあったら、おすすめポイント聞いてもいいですか？はい、これアートプロジェクトのためのついてるのウェブサイト制作ってなってるんですけど、僕はその仕事でアートプロジェクトのためのウェブサイト以外のウェブサイトとかウェブサービスとかもたくさん制作はするんですけど、その観点から見て、普通に どういう制作にもこう通底するようなことが結構込み入ったところまで書いてあるんじゃないのかなということは思いました。まあ、特に自分たちもワークショップで改めてやりましたけど、まあ、ペルソナを作ってカスタマージャーニーを作ろうっていうところは、まあ、どうしても忘れがちなところというか、自分が作りたいものがあって、それを作ろうぜってなりがちなところを、まあ、ちょっと引いてみて、お客さん目線で見たらそれってどうなってるんだろうっていうところをしっかり確認するっていうのは、作り始める前にやることがすごい大事なのかなと思っていて、なのでそういうところをきちんと網羅してるっていうのは、普通に制作現場にこれが一冊あってもいいんじゃないかなっていう感じで、いい本だなと思いました。ありがとうございます。すごい、はい、ありがとうございます。じゃあ正気さんからも、なんかデザインしてくれたのが正気さんなので、まあ、デザイン的な推しポイントでもいいんですけど、何か、はい、どうですか、ポイントありますか？そうですね、はい、この本は結構なんだろう、そのウェブを作るってパッと見たらなんか、まあ、コーディングとか、なんか私みたいなちょっとロジカルが弱めな人なんですけど、まあ、自分を使う想定でいろいろ結構細かいディテールを入ってて、結構なんだろう、こうウェブ作りに分かってる人も分からない人でも楽しくウェブ作りをなんか進行できるように、いろんなデザインのポイントが入っており、まあ、ぜひそれを発見しながら楽しいウェブ作りをしましょう。ありがとうございます。ありがとうございますね、正気さん、この裏の糸の色まですごいこう気にして、結構徹底して作ってくれて細かいところまでデザインが行き届いて本になってるかなと思います。じゃあ八木さんからも何かあればコメント欲しいなって思います。この本のタイトルのコークリエーションの手引きっていうのが本当全てだなとは思うんですけど、やっぱりこうみんなで作っていくものなんだなっていうのを、このプロジェクトを通してもしみじみ改めて思ったところはあって、あとやっぱ本見て、プラスさっきいろいろ皆さんとお話しして、やっぱ16、17ページのこの俯瞰して確かめるのモヤモヤマップ
か特に一番お気に入りというか忘れずにいたいなと思うページではあるんですけど、さっきのじゃあ後でバグ起こったらどうするとかも結局最初に話しておけばなんとかなんかこうよりこう次の段階の最初どうしようからもう次のステップそこすっ飛ばして話ができるとかだと思うんですけど、この全体を俯瞰してこう流れを知ってないととか思ってる以上に大変だぞ、お金もかかるぞ、まあ、それを差し引いて楽しい部分もたくさんいっぱいあるとは思うんですけどっていうところをこうみんなで共有しておけるだけでだいぶその後のなんかこうスムーズさも変わるんだろうなっていうのをみじみと思ったところはあります。で、あとは本のデザインとかもすごい、デザインに関しては私はこのビット絵がめちゃくちゃ可愛いので、これをなんかスタンプとかにしたいなっていうのを、腕木通信を分かったの代わりとかにしたいみたいな、いいですかね。いいですね、確かに。アイコンとして使いたくなる感じがあります。そうですね。海底ケーブルをかじるサメとかはなんか休み明けで見てなかったですすみませんの時とかに押すみたいな。ちょっとこういう、ね、はい、素材を配布するのもいいかもしれないですね。いや可愛いと思います。可愛いんですよ、イラストが。私はなんかスラックのあの現今のステータスをつけれるのがすごい好きなんですけど、ちょこちょこ変えてったりするんですけど、このステータスとかにもなんかつけれそうだなとか思って見てました。ありがとうございます。ちょっとじゃあこの辺のアイコン化も翔輝さんと相談したいと思います。お願いします。で、西山さんからも最後ね、あのなんかコメントもらえたらと思うんですけど、どうでしょう。はい、ありがとうございます。私は今回この編集をご一緒させていただいて作らせてもらってる中で、さっき翔輝さんの言葉にもそのコーディングとかを例えば分かってない人に対してもいわゆる分かる形になっているというふうにお話があったんですけれども、なんか私自身結構いろんなウェブサイト制作に編集者として関わる中で感じてたのが、まあ、この本では結構そのコークリエーションの手引きと題してまあ、コミュニケーションの方法だったりですとか、あとワークシートを皆さんでこう囲んで、それはサイトオーナーの方とデザイナーの方と編集者の方っていう、まあ、立場を横断しながら囲めるワークシートが用意されていて、一見するとウェブサイト制作初心者向けみたいな風に見えたりとか、一見するといやコーディングの方法とか知った方がよっぽど早いでしょって見えるなって思うんですけど、でも実はめっちゃ遠回りなようで近道だなとも感じています。なんかいわゆるウェブサイトってこれを覚えとけば OK みたいな正解が一つだけではないってなった時に、そもそも作る必要あるんだっけぐらいの原点なところでちゃんと認識を共有できておけば、逆にどれだけ大変なことが起きても揺らがないそのベースが作れるのかなって意味で近道なのかなというふうに感じましたというところです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。という感じなんですが、桜井さん最後にコメントあれば締めをどうですか。締めですか。満足してくださってずっと。あ、いえいえ、なんか本当にウェブ作りといってもいろんな立場とか専門性がまずは違うんだなっていうところを知らない人が多いと思いますし、僕もこんなに職能であったり、まあ、ウェブに限らずこう役割とか心がけることがまあ変わっていくっていうことがこうやって具体化されたのはすごい感動しています。こうウェブサイト制作のフローがこう冊子ページネーションになって分かると同時に、なんかぜひこうウェブサイト制作に関わるときにこの各トピック各ページについて一回チーム内でどんどん話し合って、多分ここに書いてあることだけが正解じゃなかったりとか、うんうん、いろんな選択肢がいっぱいあったりするんで、そのチームに合ったこの本の使い方とかウェブサイトの作り方みたいなものをこうやってみるきっかけにしていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。おっしゃる通り、やっぱこうこれが全部正解でバイブルだっていうことではなくて、まあ、あくまで手引きなので、なんかこういう可能性忘れてないですかとか、
全部をやればいいサイトになるってわけじゃなくて、こう部分だけでも取り込めるような、本当このページのこのワークだけちょっとやってみようかっていうことができるような作りになってると思うので、まあ何かこうウェブでちょっと困ってる時があれば、こうどっか開いて、あ、この辺ちょっとやってみようかなっていうふうに使ってもらえたらと思います。はい。そんな感じで、連続のトークというか、まあ、動画、ここまで見てくれている人がいたとしたら、本当にありがとうございます。きっと素敵なサイトが作れると思います。ので、はい。ぜひ、この本読んで、他の方にも宣伝してもらえたら嬉しいです。